はいどうも皆さん、こんにちは。ビジマイです。今回ですね、トランプ紹介をしようと思います。で、直近3回ぐらいですね、トランプ紹介やったと思うんですけれども、まあ後からね、ナレーションを取って、潜在写真とかいろいろ情報を集めて、まあ編集してやったんですけども、あんまりね、自分に合ってなかったかなって思いました。まあ意外と面倒くさがりっていうのとですね、まあ、単純に大変だったっていうのもあるので、今回は昔に戻ってですね、その場で開けて、その場でまあアドリブで喋ってトランプ紹介をねしようかなと思います。まあ、まだ3回しかやったことないんでね、ナレーションの方も。そっちの方が良かったよとか、あと今回の方が昔みたいでいいかなっていうね、意見などありましたら、最後にコメント欄にね、残していただければなと思います。で、今回ご紹介するのは、手元にちょうどあったキラキラトランプにしようと思います。何回目かはね、忘れました。なので、テロップで付け足しておきます。ってな感じで、今回は多分400何回目かわかんないですけども、メメントモリってトランプあると思うんですけど、結構有名なトランプね。こちらのホログラフィックバージョンでございます。銀ギラ銀に銀ギラ銀です。はい、こちらのトランプを紹介してみたいと思います。では Here we go。 これも懐かしいね。はい、グリーンピッて、で、一緒に置いておこうか。はい、ということでこんな感じで近くで見ていきます。懐かしい。はい、メメントモリホログラフィックエディションでございます。だいぶ昔にね、メメントモリのね、通常版は確か紹介したことあるので、もし見つかってたら概要欄に貼っときます。はい、それのホログラフィックエディションでございます。で、ここにですね、3000個限定で1587番って書いてありますね。見えるかな。はい、こんな感じで、デザインとかね、特に変わっておりません。マフィーマジックが出ております。すげーピーポピーポ言ってんな。ちょっと切ります。ちょっと見えない、ライト。はい、一応メイドイン PRC なので、まあ、中国製でございますね。で、エキスパートプレインカーズカンパニーニューヨーク10001って書いてありますね。ちょっと見えづらいな。ピントさん仕事してくれ。お、こんな感じかな。見えますかね。はーい、ってな感じです。で、シールは骸骨で、このシールめちゃめちゃ剥がしづらかったですね。なのでちょっと下手くそになっちゃったんですけど、ビチ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 ってくっつけてナイフでピッてやればね、もっと切れなかったんですけども、無理やり開けるとこんな感じになるので、皆さんまでしないようにしましょう。オープンヌーって、このシールがくっつくんですよね。もうで、ここにメメントモリって書いてあります。はい、ここのフラップもね、ピカピカですね。はい、オープンしていきます。想像以上に光ってますね。僕は開けた時そう思いました。はい、裏から見ていきます。だいぶ銀乱銀乱でございますね。まあ元のメメントモリのね、デザインはそのままで、もう銀ギラ銀にした感じですね。ファンにした感じ、やーばくないですかこれね。なんかあのディスコみたいな、わかんないけど、これセンスにして踊っててもいいかもしれないですね。はい、だいぶキラキラ中でございます。はい、近くで見せるとこんな感じ。エンボスもね、多分見えると思うんですけども、だいぶキラキラギランギランっていう感じでございますね。はい、個人的にはですね、かなりホログラフィック強い方のデックだと思います。大してね、光ってないホロとかあるじゃないですか。これはだいぶ上の方かなと個人的には思います。さあ、いろんな広げ方やってみますね。まずはビビビビビビュールポールスプレッド、やばーこれね。はい、あとはアンダープレッシャーピュー、だいぶ光ってますね。これだけ光ってると、どんな技法でもだいぶギンギラギンに派手に見えるんじゃないかなと思います。ダララ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 ラ。はい、では表いきましょう。はい、こんな感じでございますね。元のメメントモリこんなマークだったかちょっと覚えてないんですけれども、バイシクルとかとは違ったデザインになっております。はい、お、早速スペードのエースが出ましたけども、かっこいいね。特に何も書いてないですね。ね、表側もこんだけ光ってるというのはなかなか珍しいですね。で、近くで見てみるとちょっとね、わかりますかね、こんな感じでただの平らっていうよりもちょっとだけ 3D 感を出したですね、マークになっているという感じでございますね。ここめっちゃエンボス見える。はい、はい、こうやって広げてみると数字はね、だいぶインデックス寄りなので見やすいかなと思いますね。まあ、マジックにも全然使えるんですけども、まあちょっとね、ギラギラしすぎて目がチカチカして別のクレーム入りそうだね。あ、で、絵札はこんな感じです。そのメメントモリと一緒かな、多分絵札もね。はい、なかなかおしゃれですね。で、これが一応ジョーカーにはなるかなっていう感じでございます。はい、ジョーカーもう1枚あるかな多分ね。 ありましたね。全く同じですかね。ちょっと見比べてみるわ。さっきのジョーカーで書いてあるのあったよ。はい、見比べてみると一緒かね。一緒ですね。まあ一緒じゃなくても光り方でごまかせる気がするわ。はい、なんか昔のポケモンであったポリゴン現象になっちゃう。やばい、あんまり見ないで。おお、だいぶ綺麗でございますね、こちら側もね。なんか両面、表も裏もこんなにギラギラするトランプってあんまりなくないですかね。うわ、うわ、やばい、マジでポリゴン現象やばい。ちょっと撮影してて気持ち悪くなった。はい、あんまり凝視しない方がいいかもしれないです。はい、ではこちら側の角度感を紹介していきます。ちょっと手遊びをしながら質感などはね、やっていこうかなと思うんですけれども、結構分厚めのデックかなと思います。多分バイシクル 2,3 枚分厚いかなと思います。あとですね、
結構スプリングの音を聞いてると柔らかめな感じがするんですけれども、湿度によって逆方向とかになるとですね、スプリングするときめちゃめちゃ硬く感じますね。なんか湿度ね、めちゃめちゃなんか悪いときね、めちゃめちゃ悪くなるんですよ。何言ってんだ、悪いとき悪いのは当たり前だな。なんか結構繊細なデックだなと思いましたね。悪いときめっちゃ悪いし、いいときは普通にいいっていう。ただ普通だなそれな。とりあえずなんか結構ね違うんですよね。今普通にこうこっちに簡単に座らせることできるんですけども、めちゃめちゃ悪い時はこっちにめっちゃ反ってて、スプリングするだけでもかなり硬く感じるんですよね。総合してね、まあ普通のバイシクとかよりはだいぶ分厚さもあって、結構硬めの方のデックかなと思います。でもちょうどいい時はねちょうどいいんだよね。結構柔らかいなって感じる時もあるんですけれども、まあ結構気分屋さんのトランプでございます。はい。で滑りはですね、フォローにしてはだいぶ滑りやすいトランプなんじゃないかなと思います。なので結構インデックスも綺麗に見えてですね、パンすると普通に数字もね1枚ずつ見えづら、見えやすいって言おうとしたら全然見えづら、光で邪魔してるわ。はい、ディスコディスコ、昭和だね、昭和生まれじゃないんですけど、こんな感じディスコやってませんでしたかね。なんかねセンス持ってね、はい、わかんない、ディスコも行ったことないけど派手に見えますね。はい、楽しい。はい、悲しくなった、一人やったら。まあ、ただこんだけギンギラギンなのでホログラフィック好きの方もいいですし、もちろんあとはですね、ホログラフィックをですね普段あんまり触ってない方とかでもですね、触っててすごく楽しいデックなんじゃないかなと思います。だからただですね、1個いくらだっけな、4000円とか5000円ぐらいかなで確か買ったと思いますので、だいぶ高いですね。なのでまあ円安っていうのもあるんですけれども、高めのトランプでございますので、ここら辺は早く円安終わってほしいよ。まあ僕もお遊び用でね1個開封しているだけなんですけれども、まあ1個持っといてるだけでもねだいぶ面白いデックなんじゃないかなと思います。まあマフィーマジックのですねホームページを見ていただければ多分買えると思いますので、興味のある方ですねそちらに飛んでいっていただければなと思います。はい、今前回紹介した技ね1回でできちゃった。はい、気になる方は概要欄チェック。はい、ということで今回だいぶ久々なこのね、なんていうの、昔みたいな感じアドリブでやっていくトランプ紹介をやったんですけれども、今回メメントもですねホログラフィックエディションのご紹介でございました。何かの参考だったりとかになっていただければ幸いでございます。とりあえずギンギラギンです。ということで、もしよろしかったら高評価または低評価の方していただければですね、動画作成のですね参考になりますので、どっちかやっていただけるといいかな。でもまあこっちよりがいいかな。はい、またどしどしコメントなんかもお待ちしておりますので、ぜひぜひ気軽にカキカキしてね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。で最初言ったんですけれども、トランプ紹介のね仕方、昔の今みたいなのがいいか、昔の今っておかしい、まあ、今回やったやつがいいか、それとも直近の3回のねナレーション入りでちょっと丁寧にね歴史から紐解くバージョンがいいか、どちらかも、もしよかったらコメントしていただければ参考になりますので、よろしくお願いします。てなわけでバイバイ。やってみますね、あれ。ほい、おお成功した。もう一回いくよ。うん、ちょっと失敗した方が美味しいんだけどね、しなかった。バイバイ。